もエレコミックやついです。エレコミック今立です。片桐仁です。2022年前回はねちょうど正月、うんね、簡単4月1日でございましたけれどもね、はい、もう皆さんも明けて1週間経ちましたけれどもね、もう仕事とか学校とかもうね始まってるでしょうね。学校はね、金曜から始まってるとこもあるんだけど、うん、3連休だからね土日ですね、成人の日ね。なるほどね。前回はねゲッターズ飯田さんが、うん、毎年恒例で来ていただきまして、うん、今年の運勢を発表ということでね、うん、下から9位8位7位でしたっけ、我々ね、下位打線を成績の幸先のいいやつ。幸先がいいですよ、ね、まあ前の年なんて12位だったんですから、うん、そうだっけ。そうなんだ、ちょっと上がってきてるんだ、相当低かったんですね。そういう徐々に上がってきたという、うん、そういう時期もいっぱいありますけどね。今年はねもう本当に楽しいことしかないじゃないですか。9位8位7位なんですか。まあまあ、上の方っちゃ上の方かな。そう、いや、もっと下の方ですよ。12位しかないのに上の方のわけじゃないでしょ。今までのそのエレカタの3人の運気からいや、もっといい時あったって。あったっけ。いや、最初の頃はあったんじゃない。高かった。あれも何年か大体同じこと言ってるじゃないですか。まあね、いやいや、それは、ね、12年に1回同じこと言う。それは、まあ、そういうやっぱ星なんだ、まあ、なん流れがあるもんね、うん、いいと翌年落ちるし、ね、良くなったら落ちる。確かに確かに。だからちょっと今その周期に入ってそうだよね。これが良くなってくんだよね。だからそうそうそう、うん、結局は今年は良くないんですよ。良くなっていく年なんですけどね。まあ、種まきとかね、そういうことを言うけどね。インプットね。インプットの時とかね。インプットだけじゃない暮らしていけないからな。占ってるだけですけどね。いやまあ、まだ起きてもないことですから、まあ、ね。本当ですよね。確かにヤッターズ先生もね、うん、編集はあなたは2080年まで何も良くないっておっしゃってましたよね。ヤッターズ先生が、ヤッターズ先生が言ってましたけどね。信用しないでいいと思いますよ。生きてない。気にされてるかもしれないですけど。生きてないんで大丈夫です。そこまで。2080年から神様になるって。58年後、ね、いや信用しない。神様になった人がいないじゃないですか。すごい。でも夢のある占いですよね。だってあと、うん、60年弱頑張れば、うん、神様になれるんですよ、うん、あなた。100歳超えてたらもう神様みたいなもんですよ。なんかあったり、今の最高齢が118とかでしょ、ね、今生きてらっしゃるよね、うん、おばあちゃんね。そんぐらいよ、そんぐらい、うん、だからまあ神様なるよね。もうほぼ神様、そこからはもう行くしかないからね。だからもうコールドスリープだね。コールドスリープしかないだよね。コールドスリープダメだよね。それはダメ。コールドスリープはダメだよね。コールドスリープはだってそのコールドスリープした年だ。なんでもねえ片桐が何言ってんだ。なんでもねえ片桐。ダメだね、それはね。コールドスリープもしあったとき、ヤッターズとか何もついて、うん、野号のない片桐が何言ってんの。浸水してるから、ヤッターズ。確かに、ヤッターズ。ね、ヤッターズさん、ダメですよ。そうなんですよね。浸水してるよね。そういうズルはやっぱり。どうですか、そんな大事なこの年、2022年、どういう感じで始まられ、まあ、我々、まあ、ラジオから始められましたけど、まあ、そうだね。そこからですよ、2日からもう今日。まで1週間、まあ、休みだったでしょ、ね、休みだったりもしたでしょ。そう片桐さんなんかすごい出てたね、テレビ出てた、ね、前に撮ってた、ね、生もあったの、うん、生は僕はないです。あ、そうなんだ、うん、だからまあまあ収録とかでそうですやってたから、まあ、年始はね、でも年末は本当に嫁さんと二人で過ごすっつって、うん、もう夕方ぐらいに買い出し行ったりして。いいですね。そう今日はゆっくりじゃあ二人でちょっと鍋でもやりつつみたいなね。まあなかなかね、忙しいから。まあ忙しく、まあ。共働きで。まあそうね。カニをさ、送ってもらってたからさ。うん、その、ふるさと納税。ふるさと納税とか。ああ、はいはい。それで。ちゃんとやるよね。やる。で、カニがあったから。まだ東京03のメンバーだっけ？違う。あれ CM 見て、CM 見たらメンバーになれるわけじゃないの。違う。そういうことって今だしじゃない。違う。同じようなもんじゃない。違う。同じようなもんじゃないし。あれじゃないの？ひどい言い方するじゃないよ。お前あれだろ？違うよ。あれって言い方も豊本ちゃんに失礼だから。失礼でしょ。違うよ。で、それでやってきてたから。プロレスラーと結婚したんよ。それだから豊本ちゃんなんだよ。豊本ちゃん濃度が俺を侵食してるんだよ、それ。あ、そうだっけ？全然俺は今立ちとして生きてるけど、で、それでじゃあカニでも食おうっつって。で、カニ。毛ガニ？いや、ズワイの、その、足の生で食える。え？生きたやつ？いや、生きてないけど、冷凍なんだけど。もう生じゃないじゃん、じゃあもう。いや、生で。解凍したらそのまま。そう、解凍したらそのまま生で食える。茹でたり焼いたりしないんだ。もう、そっちもいけるけど、その生でもそのままいける。そうそう。で、それで。歌丸さんがやってたやつだ。歌丸さんがやってたから。毎年やってたよ、歌丸さん。毎年歌丸さんズワイガニやってるの？お肉とズワイガニしょっちゅうやってるよ。違うから。だって、ふるさと納税って最初に言ったじゃん。あ、そうか。なんでその TBS のラジオショッピングではないよ。
あれ毎回聞いちゃってっから、やり方が前に。そうなの。だからそれでやって、じゃあそれ食べて、うん、で、今年は。東京03のやつやな、お前が買ったの。そうそう、東京03のやつね。お前とどういうことだからな。違いますね。違いますよ。で、その、今たち秋中だもんな、お前。違うね。進むだね。で、俺なんかその、スキャンダルあったもんな、お前。いや、違う、あの、ナイツのツッチーみたいなツッコミになっちゃったから。間違いを訂正するね。優しく、優しく、優しく乗りつつの。それだろ？いや、それで、それで、うん、あの、やってて、今年は、やっぱ、紅白しか、こう、なんかちょっと、めぼしいのがないから、うん、紅白見ようかって。そんなことないよ。もう面白い番組いっぱいあるけど。いっぱいあるけどね。いっぱいあるけど。自分の中では。そう、久々にでも見てたら、やっぱ、懐かしいわ、懐かしいだもんな。筋金入れの大泉洋フリークだもんな。ちょっと違うけどね。言ったことはないですけどね。なかなかね。優しいな。なかなか言ったことはないんですけどね。言ってたの、いつも大泉洋言ってたもんな。そうですね。相方がね、大泉洋って言われたことはよくありましたけどね。あ、言ってたし、昔言われてた。言われてましたけどね。で、それで見てて、でも、もう、2、3時間食べてたら、もう、酒もね、結構、嫁がガンガン行ってて。ガンガン行っちゃうんだね。で、紅白で。そう。で、チャミスルを買ってて。ああ、韓国のね、韓国の焼酎を。うん、で、あれを、もう、まあ、ちっちゃいんだけどね、小瓶だから、あれ、うん。でも、あれを一人でなんか、もう。チャミスルってさ、入れ物っていうかさ、うん、入れるやつ、なんであんなちっちゃいの？まあ、だからちっちゃいの飲むよ、ね、みんな。ちっちゃいの飲むよ、ちっちゃいコップ。おちょこみたいな、ね。強くないじゃん。強くないじゃん。あんな量で飲むものじゃないじゃん。あ、でも、まあまあ。グリグリ言ってもいいぐらいのアルコール度数でしょ、あれ。度数そこそこやっぱり焼酎だからあるとは思うけど、うん。うん。あるとは思うけどね。だから飲みやすいんだよね、何しろ。そうそう、マスカットがね。そうそう、味もついてるし、ほぼまあ水みたいな海苔だから、感覚が。だから日本の焼酎みたいにこう、あの、抜ける酒の感じとかがないから。あ、そうなんだ。そうそうそう。だからグイグイ言ってたら、もう途中でもうパタリともう、寝込んじゃって。そう。息をね、あの、引き取りまして。違うでしょ。それで、いいね、そう、それで、もう起きないから、うん、じゃあもうとりあえずツイートだけして、うん、それでもうちょっと嫁が早々に離脱しましたっつって。うん、誰に言ってんのでも。でもそれは。別にさ、みんな待ってないじゃん。うん、お前たち二人が、その正月でもそんなこと言ったらツイッターだってみんなそうよ。いや、12時倒れちゃいましたみたいな。12時前の。それ言ってないんでしょ、だって2人で、そう。0時を迎えますみたいな。振りがまだあるんだったらあれだけど。でもだから、にね、だから早々に、だから2時間前だから、うん、その、年を越す前に離脱しましたっていうのをね、して、そしたらもうやることないもんな。全く。話し合ってもいないし。話し合ってもいなくなっちゃったから。ツイッターに書くぐらいしかないわな。いや、まあ、わかんないけど。で、まあ、布団だけとりあえずかけて、そしたらもうやってたんだけど、もう12時になもう本当に近づいていっても全然起きないから。もう起きないでしょ、その飲んじゃったらね。そう。うん、だから、でも、一応、年越しそばも買ったし。ああ。そう。だから、その天ぷらも、また、スーパーのエビを買ったし、うん、だから、満を持してね。もうそう。すごい準備したんだね。そう、だから、今回は。やろうと思ったけど、うん、もう、起きないから、じゃあ、つって、うん、もう、行く年来る年が始まるぐらいから、あ、ちゃんと見てたんだね。そうそう、まあ、45分ぐらいだけど、11時。うんうん、だそっからもう一気に一人で作って、一、うん、人で食べて、で3分ぐらい前に食べ終わって、まあね。で迎えて、うん、年越し前に食べなきゃいけない。だからもう全然起きなくて、だから一人で迎えて、一、うん、人で床に着いたっていう、だから新年迎え方はね。こたつで食べてんの？いやいや、ホットカーペットの上で。ああ。そうそうそう。そう寝ちゃったんだよね。そこ寝ちゃったから。もうそしたら、案の定、次の日、ちょっと風邪ひいて、でも、ベッド連れてきゃいいじゃない。いやいや、そう、連れてったんだけど、うん、それでもなんか、もう朝、もう、足が痺れて、もう動けないってことになって、なんか、何かよくわからないけど。謎の症状を訴え出して。めちゃくちゃ寝た酔ったんだね。まあでも、二日酔いではなかったけどね。あ、そう。うん。そういうじゃなかったけど。寝てないんじゃないの？そう、忙しくて。まあ、確かにね。30から休み？そうだね。でもその前になんか忘年会みたいのはやってたけどね。ああ、会社のね。うん、とかね。なるほどね。うん。そんな年末でしたが、一人で迎えて、一人でその夜も起きたら、その、何年かに一度は見る、その舞台で、一つのセリフも、入りも波形も全部忘れてる舞台に出てる本番っていうのはまた見たけどね。うん、それ何の本番なの？他のメンバー誰がいるの？全然知らない人。全然知らないんだ。全然。エレクとかやり方じゃないんだ、ね。そう、ないないない。そういうんじゃん。なんかいろんな人がいっぱいいるんだけど、うん、そう、誰も知らなくて。で、
一人だけ舞台残っちゃったりとかして。俺でも知ってる、本当に舞台の本番前とか見るけどね、そういう夢ね。うん、それはわかるけど ね、だって芝居やってるから、うん、全くやってないのに、ね、急にこれ見たら。まあそう、稽古中でも何でもないもんね。そう稽古中何でもないけど。でもなんか、あの、何回も見てる分、やっぱなんか、昔はなんか、うわーとかどうしようとか思ってたけど、うん、しょうがねえなって思う自分がいたよ。慌てない。慌てなくなってたらもう、46歳の本当に嫌な部分が出たよ。慌てるでしょ。いや、多少は慌てるけども、しょうがないもんね、覚えてないし。でも夢だって分かってんでしょ。いや、夢とはね、その時はね、そんなに覚えてないのよ、ちゃんとは。ええー、嘘だ、うん。それ今、カッコつけて言ったでしょ。いや、カッコつけないよ、夢。夢の中の自分、カッコつけて言ったでしょ、今、ラジオだからって。そんなこと覚えないよ。だとしたら、もっと前のトークももっとカッコつけた方がよかったよ。めちゃめちゃカッコ悪い話ずっとしてるんだけど。カッコ悪いってことはないでしょ、庶民だから。庶民ってなんか、しょうがないでしょ。天ぷら買ったし、とか。そうだよね、毎年ね。でもそんなもんでしょ、みんな、だって。だってもうあれですよ、片桐さんは、うん、僕はディノアライブダ、タイムダイバー2021恐竜と一緒に過ごしたってことでしょ。そんなことはないんですけどね。どう DNA からお正月からやってますから。ディノアライブタイムダイバー2021やってんですから、うん、豊洲の ぐるぐる回る劇場あるでしょ。あ、なんか CM やってるよね。やってます、 TBS ラジオでやってるんですけど、恐竜が、はいはい、TBS ラジオでやってるんですか。やってます、 TBS ラジオは、うん、TBS が公演についてる、まあまあ、コンテンツではあるんですけど、うん、恐竜が見れる。そうだ、10年ぐらい前に埼玉スーパーアリーナに、外国の恐竜の実物大が動いてるみたいに見に行ったんですけど、それは動かしてる人がもう丸見えなの。うん、太ももから本に出ちゃって、まあそれも売りだったんだけど。ちょっとライオンキングみたいな。まあそんな感じだね。で、今回は日本産なの、これ。へぇ、うん、それで日本の人が完全にもう、何トリケラトプスとか、ラプトルとか、うん、大きいアロサウルスとか8メートルとか、うん、に入っても見えないの。入ってんだ。もう完全、まあ、絶対入ってんだけど。まあ、絶対分かんないけどね。これがすごいのがさ、もう見えないんだよ。コンピューターで動くみたいなんじゃない、うん、いや、絶対違う。だって客席通るんだもん。あ、だからそのコンピューターで話絶対違うよ。まあ、そういうのあるよ、ね。本当、恐竜ってことはないの。いや、もうだから本当に麻痺してくんのよ。本当、実は。シルクドソレイユとか見るとさ。だって TBS やってんでしょ。そう。うん、恐竜ってことあるよね。ないよ。まあね、ないよ、さすがにそれは。初出しね。デビュー。デビュー。それはもう。やれるってね、今ね。うん、やれないよ。やれないよ。噂だよ。でも見たけどね。恐竜？うん。どこで見たの、恐竜？映画で。映画じゃねえ。映画っちゃってる。がっかりしちゃってる。映画っちゃってる。あれ偽物。あれはだって CG とか駆使してるわけでしょ。ジュラシックパークでしょ。ジュラシックパークはね。でもこれは、演劇を恐竜に植え込んでるというか、教え込んでるから、なんか、だから、最初はなんか、恐竜ってことになったの？恐竜の着ぐるみがなんかやって、MC がなんかやるのかな？どういう意味なの？俺のイメージは今、うん、恐竜のなんかその博物館みたいな、うん、展覧会だと思ってたんだけど、演劇なのこれ。演劇なのよ。ステージアランド東京っていう。動くやつが。ライブっていう、うん、恐竜を主人公にした、そうそう。演劇ってこと？そう。あ、そうなの。だ一応話が、一応、だからなんつうの、ストーリーテリン、テラーとして、小栗旬くんが、まあちょっとずつこう、ナレーションしていくんだけど、はい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 、こういう時代でしたと。結構、最後、小栗旬が出てくるんじゃないの。出てこなかった、小栗旬は。乗って。え小栗旬は出て、そんな、毎日小栗旬が出たら、そういうことになっちゃう。出てくる声で登場します。声のナレーターだから。トリケラトプスにまたがってる。お兄さんが、小栗なんとかさんとお兄さんが演出に入ってるんだけどね。ああ、そうなの。そう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 。それ、だから、なんつうの、大体ほら、恐竜のさ、うんうん、恐竜同士のさ、演劇なんてさ、喋れないじゃん、じゃあ。そうなのよ。確かに。鳴き声。鳴き声よ。まあ、戦いだよね。子供、ステゴサウルス、大人ステゴサウルスが、草をパクパク食べてさ、イグアノドン。あの今のさ、もうさ、なんか、定説変わったじゃん。毛だらけだったみたいな。ああ、そう。ティラノがね。毛だらけのラプトルとかも出てくる。ああそっちの恐竜感なの？鳥感ある恐竜。いや、いや、でも我々の知ってる、あのステゴサウルスは緑の体に茶色い。うん、それでそうなんでしょ。いや、色がね、まだ分かってないんだよ、恐竜。毛が生えてたら、そうなんですよ。不思議発見でやってたもん、色が分かってない。毛が生えてたんじゃないかって言われる種類もいるの。説が、ね、後半の鳥っぽい、ラプトルとかちっちゃめのやつは、毛が生えてたの。寒冷地にいたとか、うん。じゃあ、古いタイプの恐竜ってこと？だ最初、だから、三畳、ジュラ紀、白亜紀で、この三世代に恐竜っているから、うん、そのだんだんこう、時代も進んでいくんだけど、うん、このだ、ステゴサウルスの親子とイグアノドンが、うん、なんか、イグアノドンが子供を、餌を横取りしようとしたら、うん、お母さん、ステゴサウルスが怒るみたいな。うわぁ、面白い。いや、これが、ちょっと、何言ったらいいの？全然そう、ハラハラ。で、そこにアロサウルスが来て、要は肉食獣が来て、後ろ、みたいな。ああいや、でも、
360度だからね。そうそうそう。ああ後ろ後ろって、アロサウルスが出てくるとき、客席を花道に通ってくる。ああエビゾーはエビゾー、エビゾーみたいに。エビゾーみたいにそのアロサウルスが入ってくると、もう尻尾がぶつかりそうなんだもん。俺たちの上を通ってくるんだけど。6列目ぐらいだったんだけど。あ、でも相当なこう臨場感があるよね。そう。大きいんだもんね、ちゃんとね。大きいのよ。8メーターとかあるわけよ。それが動くんだ。中に人が入ってることを忘れてくるんだ、だんだん。だってもう一人じゃ無理だし、ね、見えないんだもんね、だって。もう見えてないしね。足とか見えてないでしょ見え、うん、何にも。だから、竹馬みたいなの履いてるのかな。竹馬とか最初履いてんのかなとか思うんだけど。まあまあね、大きいから、ね。でもぐるって回ったりすると、尻尾を中心にして、あ、胴体を中心にして、尻尾がバーンってきたり、胴体バーンってきたりするから、すごいね。手を入れたりもできないし、二人、肩車とかも入れないし、とか最初思うんだけど。うん、どうなってるかわかんない。わかんないね。で、だんだんこう、ストーリーが進んでいくとね、うん、その時代が変わっていって、うん、その、死にゆく、ローティラノサウルスがいて、それをこう、うん、食べに来たラプタルと、うん、そこに来た、その、息子のティラノサウルスが戦ったりみたいな、うん、そのストーリーが、そこに来ると小栗旬君喋んないの。まあまあまあ、そうだよね。ちゃんと演劇を、うん、恐竜がするの。喋らないけど。喋らないけど。まあ、吠えたりするんだけどね。じゃあもう世界中でやれるじゃん。そう、世界中でやると思うんだ。コロナが終わったらすごいんじゃない？これで見てもらいたい。だから、親子が多かったけど。あ、そうだ、ね、年越しなんだ。年越しですね、これ。年越しは普通に実家帰りましたよ。ああ、埼玉。埼玉じゃなくて、豊洲ですね、僕はね。はい、今、豊洲なんだ。豊洲なんです。なんか、自然な別居スタイルになってて、親が。うん、埼玉に母親、豊洲に父親。ああ、いいね。まあでもね、うん、まあ、もう、あれいいね。年もね。そう。全然、ね、あれやると喧嘩が少なそうだね。あ、なるほど、ね。で、まあ週末は、なんか地元の埼玉に親父も帰って、教会行ってみたいなやってんだけど。ナチュラル別居でね。ナチュラル別居あれいいみたいな、ね。いいね。あ、だからそれがね、距離感がちょうどいいっていうね。いや、豊洲自慢を毎回するわけですよ。うん、豊洲はララポートが新しくでっかくなって、うん、親父のマンションからゆりかもめのところを通ってララポートに行くと、うん、もう濡れないで行けるって雨も降ってないのに言われてね、まあ、でも甥っ子たちもいるし、まあまあまあ、毎年のこの、まあね、自慢っていうかね、うんでもその、なんか、自慢されてる気がしたんだね、そう、なんかね、まずもう着いた時点で急に嫌いなの？急にお前はなんだ俳優か役者かって言われて何言ってんのこいつと思って。まあまあ、あの、まあ同期だもんな。同期じゃないんだよ。顔が80歳だよ。顔が80歳だよ。同期顔が80歳に言われて。いや、それ同級生じゃちょっとイラッとしちゃってる。急にね。役者ってのは俺は好きだな。うん。何急にこいつ言ってんだよ。いやいや、お笑いとかすげえバカにしてる。まあまあまあ。まあ、そうだな。同じ部活だったもんな。部活じゃないんだよ。全然同じ。先輩後輩、先輩後輩だもんね、同じ部活。だってたち。で、それで、まあ、あの、お年玉の儀式をありまして、まあ、2年ぶりにね。親父に？親父にあげないよ。おいっ子とうちの息子たち子供になっちゃったんでしょ？そうか。もう年下だもんな。年下80歳だっつってね。抜いちゃったんだよ、途中で。抜いちゃった。途中だから抜いたから。それで、今度そのお年玉じゃ使いに行こうって、ララボート行こうって言うんだけど、公園側を回るか、駅側を回るかって、こう、2つのルートになったと。で、親父はその駅側の新しい、こう、ルートを紹介したんですよ。まあまあ、みんなじゃん。いいじゃん、いいじゃん、乗れば別に。でも、おいっ子はサッカーボールを持ってるから、公園周りで行きたいわけ。あ、じゃあ俳優はどうすんの、うん、俳優は、まあ、俺は役者って言ったんだけど。役者が好きなのか。うん、役者、じゃあ、いや、いや役者、役者。でも俳優だってすごいからね。お前は役者なんだよ。いや、親父、パパ的にはない、それ、何役者と俳優って何が違うの出たパパ。うまく答えられないんだよ。ママと呼んでんだよな。ママとパパって呼んでんだよ。だからまあ、昔の人が役者って言うよな。いや、それ、自分で言ってる人が言ってるだけじゃない。そんなに向きになっちゃったんだね。演劇と映像みたいなこと。あ、そうそうそう。そんなに向きになっちゃったの？そうそうそう。本当に口論する話じゃないよ。すぐ怒っちゃうから。激論、役者か俳優か。よくわかんないじゃん。どっちが好きかだからね。自分言ったもん勝ちじゃん。伊藤四郎さんがなんか役者だって言ってたらしいのね。なるほどね。伊藤四郎さんはそういうかもしれないですから。今そんなそう、ね、誰はどうやっても関係ないのにさ。まあまあまあ。まあ、それで、うん、こう、おいっ子がもうサッカーボール持ってるから公園から行こうよって言ったら、まあまあね、怒って帰っちゃって。じゃあ俺はもう帰る。片切りっぽいね。行くを。やっぱり、ね、受け継いでるよね、ジンの DNA を。なるよね。ジンの DNA を。いや、俺もね、やばいなと思うよ。うん。なんか俺、あれ、片切りジンの話かなって思ったもん。行くわね。そうだよね。そのルート。じゃあ帰り、帰り止まる。うん、帰り、そのルートで帰るからって言ってんのにさ。あ、ちょっと、ね。俺は、本当は買い物なんかしたくないって言い始めてさ。なんか似てるな。お前たちの付き合うのは時間の無駄だとか言い始めて。出たね。
あ、じゃあもう帰る帰るみたいな。ああ、出た、元祖片桐仁。もう嫌なって。元祖片桐仁、そうらちゃう。でさ、そのゲームセンターとか、イオキャチャとかやってたらさ。なかなかその年にメダルゲームとかやったら、まだの、まだ帰ってこないのかって言ってきやがってさ。言ってきやがって。帰るよっつって。ね、うん、いいよね。いいよね。仲良く喧嘩しないの方でしょ。見せたかったんだから、そっちから帰ってやらないと。帰る、帰るはその道で帰ってきたっつって。いや、だから行きはそっちで行って。サッカーボール持ってんの。帰り、そのサッカーボール。サトシがサッカーボール持ってんの、もう一個の。だから別れればいいじゃん、じゃあ。でも別れないよ。だって、孫たち4人で遊びたいわけだよ。どっちが早いかな、みたいな。そうそうそう。その手があったね。でも絶対、こっちが先に一人で行って。こっちの、こっちの方が早い自慢すんだから。じじいとガキどっちが早いかって。じじい歩くの遅いけど、ガキは、サッカー始めちゃうから、広場でね。いやいや。そしたら、いつララポート来るか分かんないじゃない。いいじゃん、いいじゃん。片桐仁と、今思えば、そう、仁と一行で行けばよかったよね。そうだ、それは一番ね、いいよね。そもそも嫌いだからさ、最初に役者と俳優ってやつで一発ね。あれ何なんだよ。真剣80代喋り場が始まっちゃったからよ。ふぅに。もう何、否定的な感じになっちゃってる。さんざんお笑いをお正月とか見てて、こんなバカが見るもんだとかって言って、俺はこのバカな仕事してんだよってずっと言ってた。してないですよね。もう10年。出てないラーメンズやった頃からね、言われてたから。出てなかったですよ、そもそも。そういうのに。そうですけど。いいじゃん。キングオブコント出ましたからね、今日は。喧嘩しようとしてんのしてないっつう。そうだ、やっぱヤンキー。俺はすごい優ヤンキーじゃないです。優しくし弱いやつに強いじゃん。弱くないです。今だったら勝てるもんね、喧嘩したら。いやいや、喧嘩しないですよ。80ですよ、うちのお父さん。してるじゃないですか。いや、なんかだって。口喧嘩はマジにしてますよ。なんでそんな言い方してくるの？なんでしてるのにしてないっていう、その、うん、今目の前で。それでスタッフの嫁さんとか、姉ちゃんとかにもさ、あんな言い方ないんじゃないの？俺が怒られるの。あんなお父さん、しょげてたよっつって。いやいや、それ、せっかくの。俺が悪いのみたいな。正月、正月にさ、そんなさ。よく、あと反省した、反省した。最初は優しくしようとすん、そういう気持ちで言ってんだよ。そりゃね。目を開けましておめでとうなんつってさ。うん、そうよ、お父さん。目を元気で何よりも。お前、俳優が役者か。なんで急にそのこと言うの？いやいやいや。別に、どっちは役者でもあるし、俳優でもあるよ。役者が好きだな。役者が好きだね。なんか知らねえじゃん、別に。俳優って言うたって、それ、呼び名だからさ。どう違うか言えないでしょ。雨に濡れないで行けるようになったんだよ、お前。いや、そんだけね。で、その、帰りその道通っていくから。サッカーしたい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 。サッカーをサッカーしたい。こっち新しい店がいっぱいできたから。店を帰るその道。邪魔いいよ！なんでそう怒るんだよ。怒る理由がわかんない。もう帰る！帰れ、帰れ！いつ帰ってくんだよ、でも帰る、帰るから。帰る、帰る、帰る。うん。メダルがいっぱい出ちゃった。メダルがいっぱい出ちゃった。メダルがいっぱい出ちゃったっつって。うん。片桐仁も、家族でも見てるやから。もう待ってらんないんだから。おじいちゃんだから。これはしょうないんだから。まあまあ、でもまあ、寂しいとは思うよ。それ一人で帰らしたのも。やっぱし。そうだよ。もうすげえみんなにさ。止めてほしいんじゃないのそれは。いや、だから、いやでも俺もそう、ムカついてっから。帰れ帰れって言ってんでしょ帰れ帰れって言って、帰れないと、帰れないと思った。帰れ帰ればひどいよ。帰れ帰れじゃあもういいよって言ったら帰っちゃうんだよ。親にな、親に帰れ帰れ。来たなって来たくせにさ。お前が来たんだろ、こっちにってことなのに。俺ん家に来たのにっていうね。俺ん家に来たのに、俺ん家に帰らせられるって。悪いことしたね、あれはね。いや、帰ると思わなかったから、さ。まあ、いいじゃない、元気でね。お父さんがね、それだけ元気。お父さんだけしかいないの？母親はなんかご飯作って、準備して。ああ、一応いたのね。いました。そこにはね。ああ、よかったよ。おばあちゃんも部屋で待ってます。あ、そうか、そうか。まあ、おばあちゃんとしてはもう、行こうと先に行かしたいから、一人になりたいから、おばあちゃんもね。二人になるとね。いや、それわかんない。短い時間じゃん。正月だけでしょ、だって。そうでしょ？もうナチュラルにやってるわけだから。そうですね。なってんだから。いいね。いい正月でしたね、本当ね。いつも揉めてるよね。いつここ最近はなんか正月。やっぱ家族で会うとね。正月とは言わず、ムカつくからなって言っちゃった。悲しい。こんな年。ずーっと揉めてんだよな。ないけどね。本当に。この15年揉め続けてないと、なんかやったら、やっぱ腹立ててるよね。そうなんだよな。なんか引っかかっちゃうんだろうね、言うことにね。一番喧嘩しなくないでしょ？そうそう、なるよね。そうなんだけどね。だ、やつのお父さん優しいじゃない。いや、優しいでしょ、別に。優しいよ、そりゃ。優しいのに、なんかちょっと上から来るんだよね。だけど、息子だからさ、別に上から来てもさ。来てほしいな。別に俺も。片桐さん、ありがとうございます。帰ってきていただいてってこと？お母さん、お父さんが。あ、温まって、温まって。あ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 
嫌だ。それは嫌ってくださいよ。それは嫌なんだよ。うん、片桐さん。うん、まあ、いや、まず、なんか、大丈夫。私もそうなんですけどね。お前大丈夫なのかみたいなところから始まるから。私が産んだんですけどね、みたいな。そういうこと？そういうんじゃないけど。なんかね、いや、ないけどね、全く普通で話してたけどな。実家帰ってないのね。帰った、帰ったね。1日に帰ってるからな。上からってイメージがないよね。ああ、親に押し、なんかやっぱ押さえつけられてきたからね、俺は子供の時ね。それがあるのかもしれない、うん、親にね。自由にやってたんじゃない？絵とかも描いて美大も入れてもらって正月からなんか開きそうですね、また何かが開いちゃいそうですね。そんな押さえつけられてないよ。押さえつけられてたよ。まあなあ、まあそうなのかな。だから別に、それもさ、なんか、感謝にならないってわけじゃない、まあね、飲み込まないっすね。言わなくてもよかったんじゃないかって今。飲み込まないっすね。そうっすか。ただ自分もやっちゃってるのかもしんないなと思う時あるからね。まあ、そうね、うん。そういうのはね。うん、信頼しない。まあね、皆さんいろいろ過ごされたと思いますけども。ね、うん、はい。去年やりました。エレカタが出演して12月23日に放送された TBS ラジオの年末特番、アダムバイ GMO プレゼンツエレカタとデジタルアート。番組の中で3人が制作したデジタルアート作品を NFT のマーケットプレイスアダムバイ GMO に出品しました。はい。1月7日でオークションが終了しまして、ね、最終的な落札価格。ね、こちらが決まりました。さあ、私、今立ちの2尾目。私の花をかたどった。二つの花をかたどった。うん、はいはい、こちらが18,500円。うん、おぉ。そして、うん、つきましたね、八津一郎作、愛犬拳、26,000円。うん、ああ、すごい。そして、片桐さんの、いや、薬除けマスクは、なんと、62,500円。ということで、落札されました。いい、ね。ありがとうございます。で、10万ぐらいじゃん、ね。すごいね。そうだね。こんな値段つけていただいて本当ありがとうございました。ね、チャリティー。すごいね。うん、ね、これはチャリティーね、寄付させていただくということでございますけども。NFT やばいね。ね、これやっぱ盛り上がってたんだね。だから注目度はやっぱ高いのかもね。世の中的にもね。そういう金額だよね。そうだよね。最初の方っていうね。だからもう片桐さんとかなんか別にいいんじゃないですか、これからね。そうですね。でもやっぱ注目度がある時にやんないとダメなのかもしれないですけどね。そうね。今こそかもしれませんね。うん、ということなんで、皆さんもご協力ありがとうございます。ありがとうございます。誰のとこ行くんだろう、これ。落札した人も、落札した。あ、落札したね。方 ね、いるとは思いますけど、ね。リスナーだったら、なんか写真とか送ってほしいですか、ね。あ、まあリスナー。リスナーでしょ。じゃないですか、そりゃ。なかなか聞かないでしょ。だね、エレカタのっていう言ってるしね。あ、メールをね、もしね、着いたらね、届いたら。ここに飾りましたとか、ね、なんかね。そして、もう、すぐです。うん、エレカタ1年ぶりとなる新作コントライブ、燃えろコントの人。もう2月の9日から2月の13日まで銀座の博品館劇場で開催です、はい、会場チケット、そして配信チケットの一般発売がなんと本日深夜1時から受付を開始しているということで、始まってるんですか。あ、今やってたんですね。30分止まらなかったみたいな。時がもうどこにかけてる。ということで、はい、ありがとうございます、はい、ああ、やっぱいいですね。フェードアウト覚えたね。今年はね、息が合いますね。綺麗なフェードアウト。やっぱし良かったですね。ああ、またなんだ。またなっちゃいましたね。すごいっすね。止まらないですね。はい、フェードアウト。フェードアウトじゃないですね。肩当たったな。やっぱできないんでね。フェードインはしてるよ。フェードイン。一か八かでやってるでしょ。あ、今フェードアウトしてる。これかなってやつでね、うん。毎回ね。こんなね、本当に、カットアウトとフェードアウト、すぐ覚えれるんですけどね。まあまあ、まあ最初に教わるぐらいのもんかもしれませんけどね。ということで、とにかくね、こちらの方チケット発売中です。一般発売が始まりましたんでね。はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。いろいろとありますけども、会場の方は感染防止対策を徹底し、万全の体制で開催するということでございますので、うん、よろしくお願いいたします。本当ですか？いや、まあ、本当です。ね。それはもう嘘はつけないです。これはもう本当です。本当にそうですけども、どうなるかちょっとわかりませんけどね、今ね、状況的に。ね、うん、感染防止対策を徹底して。ね、お願いいたします、はい。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェックしてみてください。我々は、燃えております！ CM の後はキングオブフワッチへの道です。第2弾ということで、今回もかなり個性的な配信者の方が登場しますので、楽しみだ！ お楽しみに！うん。
キングオブフワッチへの道。ライブ配信アプリフワッチのトップ配信者から、我々エレカタがフワッチでバズるための手ほどきをしてもらい、実際にどのぐらいバズるかを検証しようというフワッチさんとのコラボ企画です。はい、フワッチとエレカタのイベントで6名の勝者が決定しております。前回は第1弾ゲストとしてパルパルアットマークウラパルさん、そしてモモナナさんのお二人が来てくれて、そこで学んだことをもとに私今たちがホルモンやりょうちゃんで飲み配信を行いました。もうあれから結構経っちゃいましたね。またね、そうだね、去年だもんね。そうなんですよ ね結構まあ継続持続的にやるのがいいみたいなことを言われてたんですけど、ね、毎日やってんだけど ねなかなか難しいと思います。今回も、しっかりと、学んでいきたいと思います。はい、さあ本日一人目のゲスト配信者に登場してもらいましょう。 B グループ2位本音ファクトリーの部下青井さんでございます。どうぞ。あ、お願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。女性の方でございます、ね、青井さん。はい、ね、はい、自己紹介してもらいましょうよ。はいはい、フマッチで配信活動しています、骨ファクトリーの部下青井と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあこちら骨ファクトリーは TikTok のグループということなんですか。はい、そうです。へえ、何人ぐらいいらっしゃるんですか。これが始まったのが前職の会社で、はあ、本当に会社で、まあ、ある事業の一環として上司2人と3人グループを組んで始めたのがきっかけです。今時ですね。そういうことなんだ。なるほど。なんかありましたよね、なんかタクシー会社かなんかの社長さんみたいなのがさ あったよね。そういうやつもね、動画投稿で、ね、そういうことですね。だから、はい、そうですね、事業の一環でやってました。仕事だったんですね。仕事でしたね。いや、本当にある会社ってことですよね、本音ファクトリーって。そこはちょっと違うんですけど。あ、これは違うんだ。はい、それはまあ、グループの名前としてつけていて、で、まあ、今はちょっと環境が変わりまして、なるほど、うん、3人として、まあ、SNS を中心とした事業を始めたっていう感じです。へー。あ、じゃあ会社はみんなどっか変わったりとかもしたけども、そうですね。これが本音ファクトリーでやっていこうと。はい、そうです。ということで。へー。へー。面白いね。本音ファクトリーの一員なんですか。そうです。本音ファクトリー3人のうちの1人です。はい。で、その3人のうちの部下なんですね。はい、部下に当たります。3人のうち、あと2人は何2人は上司ですね。あ、2人は上司部下。上司部下です。で、設定じゃなくて本当にそうなんだもんね。はい、一番最初の会社の本当に上司です。いや、今どきだよね。で、そのもともと事業でやってたその会社はもうみんな辞めちゃって、うん、そうですね、新しい環境でやってます。みんな辞めちゃったの、誰か残ってるんじゃない。いや、ちょっとそこはいろいろありまして。その会社はもう大失敗じゃない。ね、全国放送で言えない感じ。全国放送じゃないんです。あ、すいません、 TBS ではちょっと、まあね、いろいろ見える、いろいろあったでしょうけどね。辞めちゃったことはもうだってもう周知事実知ってるけどね。まあでも3人ではやっていこうってね、仲いいですよね。すごいね、それ。うん。こっちでやっていこうって。会社のためにやっててもしょうがないって思ったら。やめちゃうねって言って、私たちでやれちゃうよね。こっちの方が聞きたいよ。こっちの方がいいんじゃねえのみたいな。一番聞きたいとこだよ。会社のためにあれやっちゃダメ、これやっちゃダメがあるもんね。いろいろありまして。そっか。縛られちゃうとね。そっか。やっぱり出なきゃいけない。ね。いや、そして楽考えたらおかしいもんね。いろいろありました。いや、でもすごいですよ、何しろ。青井さんは。こちらフワッチを始めたのが去年の8月1日、まだ4ヶ月ちょっと。そして10月にはもう配信者ランクがプラチナに上がってます。はい、ありがとうございます。2ヶ月で、はい、プラチナってことはプラチナプラチナの次だ。次ぐらいですね。そうですね。でもそれまでいっちゃう、上り詰めてるわけよ、2ヶ月で、うん、はい、すごくないですか。リスナーの皆さんのおかげで。リスナーっていうんですね。やっぱこれはもう分かってますよ。そうだね。でも今もうプラチナプラスを目指してんだ。うん、なるほど。プラチナプラス一番トップ。プラチナプラスだって俺らが言ってたやつ。プラチナプラスなんだ、プラスはね。プラチナプラスですね。プラス。はい、ああ、なるほど。じゃあもう前来てくれたあの二人はプラチナプラスでしたからね。そうだね。先輩ですね。いや、どうなんですか、どういうのがフワッチはやられてるんですか、青井さんは配信としては。あ、もう結構雑談ですね。あ、聞いてくれてると喋ると。そうです、もうコメント欄読み上げて、もうずっとひたすら喋るっていう感じ。一人喋りですか、じゃあ。一人で。ラジオみたいな。そうですね。でも上司もいるんじゃないの。あ、ここにはいない。はい、私、フワッチ配信自体は私一人でやってるので、ね、もう本当にコメントを読みながらコミュニケーション取るっていう時間です、ね。あ、そうかそうか。でも個人でもやられてるということですね。はい。上司はやってないの、フワッチは。上司は、一時やってたんですけど、もう卒業しちゃって、私一人になってますね、今。上司はやっぱプラチナまで。いや、上司は全然、多分、シルバーとか、ブロンズとかだと。何が違う、そうなってきたらもう、確かに。そうなってきたらもう上司でも何でもないよね。ホンデファクトリーの部下っていうの嫌だね、もうね。上司は男性の方ですか。はい、二人とも男性。あ、やっぱ男性か、やっぱいかないんだよな。そこら辺もね、
考えないといけないね、俺らはね。だ突然やっぱ敬語だったのが、そのうちタメ口になってくんだよね。あ、まあ、TikTok だともうちょこちょこタメ口が出たりとかなんだ。で、お前シルバーのくせにみたいなことになっていくわけでしょ。ちょっと。心では出てったくせに。私もプラチナですけど、たった4ヶ月で。で、上司は2人とも逃げていったわけね、戦わずしてね。戦わずして。TikTok では何をやってるんですか？ TikTok ではなんかまあ、ちょっとこうおちゃらけた部下が上司をいじったりとか、うん、ドッキリを仕掛けるみたいな、そういうタイプのやつだったんだね。そうです、もともとエンタメ系だったので、うん、なるほどなるほど。 TikTok の本音ファクトリーがすごい人気、ね、そういうことだ、土台ができてたんだよね。いやいやいや、そこまでではない、うん、そこなんだよ。なかなかでもそんな人気を持ってしてもプラチナプラスは難しいんですか？いや結構難しいですね、本当に。そうか、もうなかなかプラチナまではもういったもんね、スイスイスイみたいな。そうですね、スイスイと行かせてもらったんですけど、プラスがなかなかですね。俺ら今どこプラチナ俺らプラチナプラスだっけ俺らシルバー、シルバー一番バカにされるじゃん、青谷に。やめてた、上司と同じじゃない一番バカにされるやつだよ。違うんですよ。あの、本音ファクトリーの使えねえ上司と一緒じゃねえか。そこまでは言えない。そこまでは言えない。思ってないし。でもやってねえもんな。2回ぐらいしかやってないから。だってシルバーだもんな。それでシルバーだから。言い訳がいてるよね、言い訳は。全然すごい。言い訳は。何回目ぐらいでプラチナ行ったんですか？あ、その、上げてる頻度とか。でも8、9はほぼ毎日配信してたんで。毎日配信してますか。じゃあ9月にはもうプラチナになってた。いや10月だったので、多分2ヶ月ぐらい。すごいよ。すげえな。1日どんぐらいぐらいやられてたんですか。基本的には1日2時間。2時間。2時間。いやすごいわ。でも決まった時間に決めて。ぐんぐんぐん。そうですね。夜一緒に頑張りましょう。イベントっていうのは毎日の配信でやるってこと？なんかこうイベントが月にまあ10件ぐらい、1週間ずつぐらいでこうあって、で、うん、そこに参加したら、まあ、毎日、それに該当する配信みたいな。他の、ふわっちやってる人との競い合いがあるんですよね。ね、そうです。すごいね。え、もう、今、別に仕事もしてて、ふわっちもしてんの？そうですね。今、3人で、新しい会社を作ったところです。おぉ、もう、それは、ね、これ、これは、会社なんだね。会社になっちゃいました、最近。本当のファクトリーで、これ。本当のファクトリー、何をしてる会社なんですか？SNS の、まあ、お手伝いみたいな感じです。そっか。今こそね、いっぱい知りたい人も多いからね。じゃあ、なんか、タイツとか、売ったりするんですか？タイツとか売らないです。売る場じゃないです。売る場じゃないです。足取って、あったかいよみたいな。ああ、プロモーションのやつ。すげえ見ますけど。そういうんじゃないよ。ああいうのですよね。でも、PR って言うと。私に言うと、安くなるよみたいなやつ。そうじゃない、そうじゃないね。そうじゃない、そっちじゃない。そうじゃないですか？はい、企業さんの SNS をもっと大元、もっと大元に。企業のやつがこれじゃダメですね。確かに伸びないよね、企業のやつ。まだ1280ですかみたいな。フォロワー全然いかないっつって。付け付けはいかないですけど。俺の番組一番にしましょうかみたいな。テレビなのに400とかしかないんだもん、フォロワー。あ、まあでも、私の芸術劇やってるんですよ。お手伝いさせていただいて。400ってひどいよね。いや、そんなことはない。もうだって1年近くやってるから。まあでも、半年ぐらいはやってるよ。まあまあ、それ分かんないけどね、どういうこと、ね、そういうのを今やられてる、解決してくれるわけで、そうです、解決していこうっていう会社になっています。あー、すごいわ。でもふわっちもこううまくやってる、うまくやってるね。これはもうでも実力者ですから、うまくいってんだもん ね2ヶ月でプラチナまで上がってるってことありますけど、これおじさん3人がプラチナになるためにはどうしたらいいですかね、はい、いやもうあのギャップですね。ギャップ、ギャップがある配信って見に行きたくなるんですよ、うん、なるほど。その方すごいもうあのお話がお上手なので、でもですかね、いや本当になんでだろう、謙遜しろ、謙遜しろ、なんでだろうな、飲み込むな、すぐ、自分でわかんないですけど、いいんだよ、いいんだよ、あんま言われないでしょ、いいんだよ、いえいえでいいんだよ、いえいえで。いやでも本当お上手なので、うん、まあ、まさにおっしゃってたようにちょっと真面目な一面というか、うん、ちょっとこうちゃんと普通にクールな感じとかを見せるような配信クールな感じでもさ、やっぱり一月毎日やんなきゃいけないですよね、まあ、毎日はそもそも基本、基本は、はい、せめてこう土日とかなんか決まった時間と曜日と、はい、確かに落ちるんですかこれプラチナになっても。あ、落ちることあります。あ、何か変わるんですか、プラチナからプラチナプラスになる。ああ、うん、変わることで言うと、なんかイベントで参加できる枠が変わるっていう感じですかね。こ、うん、もプラチナとプラチナプラスだけの枠、うん、ゴールドの枠、うん、シルバーの枠みたいな感じで、敵が同じランクの人。なるほど。うわ、強いね。むしろ
弱いところと戦ってたら弱いまあ、確かにね。まあ、言っちゃうと、まあ、ちょっと下のランクの方と戦いたいんですけど、うん、まあ、そこは、まあ、チームがちゃんと分かれてるっていう。プラチナはプラチナで上がって。マッチングされちゃう、そこは。そりゃ上がりにくくなるよね。そうなんですよ。ライバルが強くなる。それでも上がるの意味があるってことだよね。うん、そうですね。やっぱり、プラチナプラスっていうのがフワッチの中で一番こう、でかい称号なので。やっぱ目指すならと。はい。取りに行きたいですね。そう言われてみるとなんかなってみたくなってくるね、プラチナプラス。いや、すごいね。だ毎日だからね。うん、俺たちシルバーってことはあと何個あげればいいんですか？シルバーの次がゴールド。はい、ゴールド。ゴールドプラス。え？プラチナ、はい、プラチナプラス。ゴールドプラスもあんのか。ゴールドプラス。ゴールドプラスか。上司はゴールドにもなれなかったんですよね。確かなってないはず。いいじゃん、上司。上司はいいんだよ、別に。青井さん、さすがですね。すごいなぁ。じゃあ、ギャップとやっぱ毎日配信、まあ、決めた時間に、そうですね、やるっていうところがいいんじゃないかということですか。ねえ。ああ、なるほど。いやいやいや、楽しみだね。はい。ちょっとなんか、増える気がしてきたよ。でもなんかこう、もう、去年から始めたってのが説得力ありますし、ね。早い、だって俺たちとそんな変わらないんだから。短期間だからね。何年もじゃないもんね。全然いけると思う。なるほど。俺たちだって10月ぐらいだろ？男のおじさんでもいけるもんなんですか、それ。それこそ逆に、はい、ちょっとおじさん3人が集まってふわっちやってるの、うんっていう。なかなかいないですか。世間から見たらギャップだと思います。なるほど。あ、そういう人いない。なかなか今んとこ。さすがにちょっとコンサルやってるから、やっぱ、これ、提案の仕方がうまいんだよ。プロだね。いや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 。やばい。50取られちゃう、これ。月50取られる。これはやばい。これ以上聞くと月50取られる。ホンデファクトリーの本音が出ちゃうよ、これ。やばいよ、これ。いただくことになっちゃうよ、これ。発生しちゃうね。うん。いや、でも本当勉強になりましたね、ちょっと、青井さんね。青井さんなんか、うん、告知とかあれば。あ、そうですね、はい、やっぱ2022年、うん、プラチナプラスをガチで目指してやっていきたいなっていうところがあるので、今回このラジオで本ファク、そして私を知ってくださった方にも遊びに来てほしいなって思います、うん、あ、ちょっと聞いてみたくなりましたね。聞いてる人でも、あのホンデファクトリーの人だって思ってる人もいるでしょうか、ぜひぜひ。大変勉強になりました。はい、ありがとうございました。ということで、ホンデファクトリーの部下、青井さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、では本日二人目のゲスト配信者に登場してもらいましょう。B グループ1位、ハイボール小雪さんです。お願いします。お願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ていただいたんですね。ありがとうございます。わざわざご足労願いまして。1位ですからね、ハイボール。そうですね、すごいですね。さあ、それでは自己紹介のお願いします。はい、ふわっちで配信させていただいているハイボール小雪です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ハイボールさん、生年月日が去年の5月19日生まれってことで書いてありますけど、はい、0歳この年から始めたということですか。いや、年齢はちょっと非公開にさせていただいて、はい、これは自分の誕生日なんですけど、はいはいはい、一応では毎年更新ってことで。そうですね。ふわっち歴はどのぐらいなんですか。ふわっち歴は今月で10ヶ月になります。でも1年経ってないですね。あ、すごいな、うん。さあ、それでも今回ね、1位取っていただいて、短いですけども、どのような配信されてるんですか、ハイボール小雪さん。まあ、ハイボールってついてるってことは。飲むのかな。はい。はい、私は、朝は KP、ケツプル体操、夜は乾杯、泥酔配信で、おなじみのハイボール小雪というキャッチフレーズで。なるほど。そういうのつけてるんですね。ちょっと意味がわかんないですけど。朝は KP、ケツプル。ケツプル体操は、まずは。何ですか？はい。何ですか？ KP。ケツプル体操は、まあ、いわゆるブルブルマシンっていう、あるじゃないですか。乗っかってね、言えるやつね。はいはい。ケツがブルブルブルってな。ああ、なるほど。みんなケツ好きですから。もやっぱそれをもう、いや、でもすごいな。ちゃんと朝と夜の配信でやられてるってことですか。はい。うわ、毎日？毎日、はい。毎日。はい。今もうこの、ふわっちで暮らしてる。ふわっちで暮らせなくはないんですけど、一応仕事は。仕事もしてるんだ。朝何時からやられてるんですか、まず、ケツプル体操は。7時半から。早いっすね。早いっすね。7時半からな、8時 ?7 時半から、9時半ぐらいまで。そんなケツプル体操やってんすか。持たないでケツプル。大丈夫ですか、振動そんなに与えちゃって。前の日のハイボールが出そうになることはよくありますけど。あ、そっか。夜はでも泥酔配信ですからね。これ何時ぐらいからやってるんですか。これは10時ぐらいからですね、夜の。はい。じゃあもうこれ一回ケツプルやって、はい、働きに行かれて、はい、帰ってきてまたそのハイボール配信。はい。働き続けてるじゃないですか。そうですね。これ2時間ぐらいやるんですか、やっぱ。そうですね。12時まででしょ。はい。翌日また7時半からケツプル体操。忙
3人ぐらい一人で育ててるんですか、なんか。そういうお母さんの働き方ですよ、ね。そうよ。確かに。バイト掛け持ちみたいなね。3個働いてるみたいなもんですよね。本当に。そういう人は大体笑みもね、なくなりますけどね。でも毎日笑い転げたいと、笑い転げ、笑い転げたいファンの方たち。そうですね。やっぱ楽しいんですか、やっぱ毎日。はい、楽しいです。私の枠は多分、ふわっちでも、はい、もうトップクラスの、リスナーさんたちが、集まってる枠だと自負してます。なるほど。はい、自分のね、はい、その、視聴者さんをね。はい、あでも、一緒に飲んでるみたいな。そうですね。はい。どんぐらい飲むんですか？一応、ジョッキで8杯までを制限させて。されてます。はい。生ビール。それは笑い転げたいに言われてる。そう、笑い転げたいんで。そうですよね。いや、そこまでは意識が飛ばないのが8杯まで。あ、それが分かったんですね。はい。あ、なるほどね。意識飛んじゃった時の放送ってどうなっちゃうんですか？最初のうちあったでしょうね。もう、最初のうちっていうか、もうこのお正月もあって。ああ、そっか、お正月はね、やっぱり、ね、仕事休みだもんね。え、それやっぱ8杯超えちゃったんですか？おそらく8杯超えたか、実家でなんか獅子舞があって獅子もみをしちゃったんですよ。獅子もみ。獅子もみ。獅子もみ。獅子舞って何？獅子舞って、縁起物みたいな。はい、わかりますよ。あれもかぶってね。こういう感じ。獅子舞、舞獅子舞ある。舞獅子舞。舞獅子舞。舞獅子舞。実家に。実家に舞獅子舞。あ、それで頭がクラクラ。そうです、そうです。あ、そうか、そうか。酔った状態で獅子舞の舞をやっちゃったんですね。はい。回ったんだね。だから本当に。だからもうさ、記憶が定かじゃないわけね。何杯飲んだからね。やばい、出現とか大丈夫ですか？ファン、まあ、ね、ファンの方は減りますよね。うん、減る、減るんだ。あ、そういうの出るんですね。よってことじゃないんだね。はい、減ります、あげます、減ります、あげます、みたいな。なんで減っちゃうんですか？暴言入っちゃうんですか？暴言。二度と来んじゃねえぞ。そこら辺、もう読めてないんじゃない？あるかもしれません、はい。あ、中には。得点が低いんで。意外にこう、読み、アーカイブを見返したいみたいなのないんですね、うん、自分では。します。やるんですけど、はい、します。やるんです、ね、そうそう、何言ってるんですか、大体さ。落ちるぞ、人がって。例えば、やっぱり、何人かはもうこう、嫌なこと言ってくる人いるじゃないですか。まあ、そうだよね、SNS はね。はい。そうか、ま、ちょっとしたアンチ的な、うん。嵐というかね。そうですね。そしたらもう、切れちゃうみたいな。はい、二度と来んじゃねえって。待ってます。まぁ、あ、ちょっと見たくもなるけどね。コミュニティを守る意味そうだよね。ファンさん喜ぶんだよ。そんな減らないんじゃないですか。いきなりやっぱ来て怒ってる配信者ってあんまり見たくないじゃないですか。そこから見られちゃうとね。うん、どこからでも見れるから。知ってる方はいいんですけど、パッとフォローした人が、うん、えみたいな。どこに怒ってんの、うん、どんな感じなんですか、ちょっと再現していただいて。どういうことで、どれぐらい切れてるの、どういう感じで、そう揉めたのかっていう感じ、ね。大体私の悪口、のワードって、うん、はい、老け顔とか、うん、シワとか。あ、ひどいね。顔のこととかね、言うのね。あ、まあ、これが、うん、私に聞くっていうのが分かってるんですよ。うん、なるほど。酔っ払ってるとね。シワだったら別に平気だもんね。ルッキズムってやつですよね。ね、本当にそう、問題ですから、ね。そしたら何、そう言われたら、どんな感じですか？うるさいですね。もう二度と来ないでください。次来たら、ブロック終了です。ブロック終了です。合唱です。みたいな感じです。全然いいじゃん。全然いいじゃん。全然いいじゃん。もっと切れてんのかと思った。いやいやいや。やれーみたいな。それも全然あります。ある。あるんですね、やっぱり。はい。あんまりしつこいとね。あります、あります。今、シラフだからね。そうです。ああ、なかなかできないけどね。いや。そしたらみんな、わーってなって。そうです。茨城ああの出身なんですよ。はいはいはい、で鉛が出て、怒、うんうん、はい、ると鉛が出て、はい、なるほど。だから水戸黄門のなんか陰謀も、陰謀なんだ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 、ちょっと友達ですか、どうしたんですか、うん、じゃなくて、なんか持ってると守り、そうです、はい、お守りとして茨城の大スター、はい、そうですよ、大スター、茨城の大スター水戸黄門水戸光圀さん、まあまあまあ、さあそれで私たちがちょっとふわっちで、はい、さっきちょっと情報によると、はい、シルバーだと言ってたんですけど、はい、ブロンズに落ちてたらしいんですよ、やっぱ、一個分かったのに、一個分かったのに、やっぱ一番下がブロンズ。ああ、お前がやって以来やってないでしょ。やってない。2週間ぐらいやっぱ止めてると落ちちゃうんですか？そうですね。残念な情報ですけど、はい、さっきシルバーって聞こえたんですけど、はい、シルバーの下はブロンズプラスです。あれプラスか？で、さらにブロンズになっていた。2段階落ちてんだ。2段階落ちてんのこれ。そもそもシルバーだったの？そうだよ。それさ、定かじゃないんだから。本当にアルミじゃないの俺ら、本当は。大丈夫それな。ちなみに、アイボール小石さんは、今はもう。プラチナ。プラチナ。プラチナ、プラス
来ました。出た。じゃあでも10ヶ月でプラチナプラスすごいな。あんまりいないって聞きましたよ。ね。あ、本当ですか。あ、そうです。あんま、あ、はいはい。10ヶ月でプラチナプラスまで。いや、でも、朝、夜を毎日って、やっぱすごいよ。ケツプル体操ありますからね。ケツプル体操。どうやって上げられたんですか、はい、じゃあ。10ヶ月でそこまで行くって。やっぱりケツプル体操は、客寄せパンダだと思ってるんで。なるほど、まず入り口だと。はい。はぁ、あ、はぁはぁ。で、本当に100人見てもらって1人、夜に来てもらえたらいいぐらいの感覚で。あ、お店、はい、お客さん分かれてるんだ。ケツプルの客と、はい、レースの客は違うんだよ。なるほど。ランチみたいな。ランチメニューみたいな。そうです。そうだね。で、ディナーで撮るみたいな。そうです。酒出すとくんね。がっつり取るっていうね。ね、今たちなんてさ、飲む、うん、飲むわけでしょ。まあね、酒はね。飲み配信がいいってことですよね。うん。そういうわけじゃないんですか、アイボさん。まあでもやっぱその、まず、客寄せ用のなんかやんなきゃいけないですよね。そうですね。たまプル対象、たまプル体操やりますかね。見たくないよ。あ、だからね。たまさお体操いいんじゃない、たまさお体操はもうそれでしかねえだろう。一応、ボキボキ体操はボキボキ筋体操。何やってもいいんでしたっけ、ふわしさんって。ダメだよ。何やってもいいんでしたらあれですけど。ケツ片玉体操とか。ケツ片玉体操それ OK なの、片玉はいけるんですか、ケツ片玉体操。それ集まりますそもそもね。ケツ片玉ってどういう状態なんですかそもそも。片足上げながらやるのかな、ケツプルをね。いや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 。じゃあ今日もやってきたって感じで、はい、朝やって、朝やって、はい、ああ、じゃあ夜もねやられてっていうことか、はい、休みはないんですか、じゃあ本当にその配信の。ないですね。すげえ、はい、すげえな。ないです、ね、見に来る人もすごいよ ね、 ね、そうですね、確かに、ね、見に来る人たちも休みがないってことですそうだよ、やっぱケツプル休んでる人はいるかもしれないですけどね、見る人のためにちょっと休んであげたらどうですか。うん、それがありますね、確かに、ね、うん、年末とかね、またケツプル見に行かなきゃね、とか、今日も飲むのかよ、今日も飲んでまた朝からケツプルやんのかよって起きらんないよ、ケツプルも休んであげてくださいよ、ちょっとぐらいケツプルも最後の5分だけこっちの見てもなってよだんだんなってきそうですよね、確かに、もうすぐ1年だから、ね、ハイボールごゆくさんの肝臓の気持ちでみんな見てると思いますよ、本当疲れたなでもやっぱりまあコンスタントにやるってのは一番大事なんでしょうね。そうですね、そこですね。さあ、それではちょっとね、これまた勉強になりましたね、いろいろとね、うん、何かハイボール小雪さんから告知やら何やらございましたら、一つ、はい、どうぞ。質問いいですか。質問ですか、はい、すみません。エレカタタマは分かるんですけど、うん、エレカタタマ、エレカタタマなんて言ってないです。言ってないですね。カタタマなんで。引っ張られすぎです。めちゃくちゃ下ネタを言いたくてしょうがない。の肩なんです。カタタマじゃなくてね。エレカタの肩って、カタタマの肩じゃない。エレカタなんですね。すみません、ね。ケツビっていうのはどういった、興味ありますそれ。はい。ラジオがですね、はい、去年まで2時間やってたんですけど、うん、2021年から1時間の枠になっちゃったんで、15年やってて16年目からケツに火がついちゃったねってことで、うんうん、略してケツビなんですね。そんぐらいのね、意気込みでやっていこうっていう。うん、ケツに火がついたらパーマかかりますね。ケツ毛が、毛が入ってればそうですね。どういうことですか？一回、そうですね、一回ちょっと飲んできて、飲みましょうかね。ハイボールさっきまで普通に絡めてたんですけどね、うん、どうしたら終盤にかけて唐突に自分内アルコールが回ったみたいな今飲んでるそれ水焼酎ですかそれ出せるんですよね、自分の体からも、そうもね、アルコール染み込んでるから、確かにね、昨日のがね、うん、アイテムであるんですよ、 KP っていうアイテムがあるんですけど、はいはい、KP、 はい、それがケツ毛パーマの略だったんで、あ、ちょっと僕らがちょっと不勉強であ、ケツプルの略じゃないんだ、ケツ毛パーマケツプル体操なんだ、はい、あ、そうなんだ、ちょっと難しい、歴史ありですね、ケツ毛パーマってのもあったんですね、そう、だからもう今笑い転げたいなんて笑い転げてますよね、そうですね、すいませんね、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、こっちのミスで本当に申し訳ない、ハイボール小池随時、はい、笑い転げたい募集中ですので、うん、はい、はい、笑い転げたいになってくださる方、はい、ぜひご予約ということでございまして、2人目のゲストはハイボール小池さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。
TBS ラジオエレカタの決意、もうエンディングのお時間でございます。月曜日は完全新録のポッドキャスト配信です。今年も、毎週に、月曜日のお昼に更新していく予定ですので、月曜昼は月曜日ポッドキャストと覚えてください。それではもろもろお知らせでございます。もう何と言ってもエレカタのね、はい、コントライブがありますので、そうです、ノエロコントの人、はい、1ヶ月後、うん、2月9から13まで実は白銀館劇場、はい、チケット発売中、ぜひお願いいたします。お願いします。はい、私は毎週土曜日11時半からやってます、東京 MX 私の芸術劇場、来週1月15日は金沢21世紀美術館です。まあ、無料でね見れるところとかもねありますので、うん、ぜひぜひ見てください。そしてギリチャンネル新作動画が上がってます。 99.9 刑事専門弁護士ザムービーとあなたの番です、劇場版公開中です。スキャーキストアで、私のグッズも、売ってますので、よかったら見てください。はい。そして、今日もありましたキングオブフワッチ第3弾のゲストがなんと来週の1月の15日にも来てくれる予定となっておりますので、はい、ちょっといろいろと勉強になりましたけど、なかなかやっぱね皆様ねえ努力がすごいです、ね。あと俺たちはランクが下がっちゃったんだな。ちょっと悲しい現実があります。まあ、そういうことだよね。しょうがないんで、ちょっとね、頑張っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。というわけで、TBS ラジオエレカタの決意、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜はこの辺で、さよなら。さよなら。